おはようございます。1月25日土曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは予想天気図を見ていきましょう。今日も北日本では西高東低冬型の気圧配置が続きます。また本州の南の海上にあります前線が少しずつ北上してくるため、九州や中国四国エリアの西部などではだんだんと雨が降り出してくる予想です。では全国のお天気アイコンで確認していきましょう。西日本や東日本などでは雲が広がることもありますが、日差しが届くところが多くなります。ただ九州や中国四国エリアの西部、そして西日本の太平洋側のエリアではだんだんと雨降り出してきますので、外出時は雨具をお持ちください。近畿から関東にかけては今日は雨の心配ありませんので、今日の日差しを有効にご活用ください。また北日本は冬型の気圧配置で日本海側を中心に雪や雨が降ります。北海道では積雪の増加や吹雪による視界不良にご注意ください。全国的に昨日よりも気温が低く寒く感じられます。暖かくしてお過ごしください。以上、全国のお天気をお伝えしました。それでは皆さん、素敵な土曜日をお過ごしください。